さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらアクセラレーター使って新戦術攻略していこうと思います。はい、このキャラですね、バインド封印スキビオンボイス持ちで36ターンで変身できるキャラで、1ターンヘイスト変身できるキャラです。はい、変身後バインド封印闇コンボ強化プラス陰の加護冬 TG 10強プラス無効感プラスボイスに超惑星10強持ってます。10強3つ冬で火力出すことができて、無効感プラスとか TG でも火力が出せます。さらにスキルも2ターンで、自分の攻撃力が2倍、上限80億6解除両端闇入れ生成を2ターンで使えます。なんで攻略キャラなんですけど、ちょっと周回寄りみたいな感じでTG をね組みながらとか無効貫通を組みながら殴っていけます。リーダースキルも闇2コンボ以上で 78% 軽減、攻撃力が50倍、2コンボか3固定1000万ダメージ、闇の HP が 1.1 倍となっております。はい、 HP 1.1 倍に、あの 78% 軽減、実質 HP 5倍もあって、火力50倍、2コンボか3固定1000万と、どう考えても強いんですよね。なので今日はアクセラレーターループで使っていこうと思います。合わせるリーダーがこちらセルティです。スキビオンの、37ターン変身キャラで2ターン平素変身で、バインド封印雲創作はインド加護10強4つ無効感プラスに10強持ってます。10強5個に無効感プラスで火力も出せますし、まあ、武器で10強つけてるんで10強6個持ちですね。でインド加護もあります。スキルも5ターン上限60億解放に5ターン HP 40% 回復指 1.5 倍が5ターンで使えます。はい、なんでね、セルティーループで上限解放しつつ火力出しながら自動回復もね使ってあげて、リーダースキルも闇の HP 1.3 倍、闇にコンボでダメージを激減、攻撃力が55倍、4コンボ加算となっております。はい、なんとセルティー実質 HP 5.2 倍。えぐいっすね。実質 HP 5.2 倍で破壊していけるんで、今日は 5.2 倍。ということで今日はセルティ使って新戦場を破壊していこうと思います。編成こんな感じです。リーダーセルティ10強リダチェン遅延2つつけてください。10強シンクロ学生でね、リダチェン対戦に遅延2つ潜在つけて、5点武器で10強闇属性で火力出していきましょう。さあ続きましてこちら、酒井です。無効感パラス上限解放遅延2つに、こちら5点武器継承ですね。はい。で火力出していきます。からのヘカテイです。バインドアシスト無効回復遅延2つにプフ武器継承です。はい、これでチーム HP 3つ持ちです。ラクス全パラ強化スキブ潜在水軽減プラスに、こちらセルティ武器継承してあげて、からのアクセラレタです。10強遅延2つ水軽減2つに、ラビレル武器継承です。これね、ラクスクラエーターナルに闇軽減つけてますので、ラクスクラエーターナルに闇軽減つけてあげてください。でラックスクランエターナルです。全パラ強化スキブ潜在闇軽減プラスに、こちらセルティ武器継承です。からのアクセラレーターです。10強遅延2つ水軽減3突に、ラビリル武器継承で、からのラストフレンドです。アクセラレーター10強足ルーレット回復遅延2つにラジオは継承って感じです。今日は実際にこちらのセルティとアクセラレーターループを使って新戦場破壊していこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。とりあえずもうアクセラレーターとステルルソンですね。セルティか、これセルティっていうんだね。セルティ変身していきましょう。まずはプフ使います。はい、5点武器使ってあげて、ここからプフ武器ね溜め直していくんですけども、まあ、セルティ使ってあげて、で、アクセラレーター2枚使います。アクセラレーター2枚使ってあげて、でずらしていきましょう。適当にこんな感じでずらし、そしたら1コンボ組みます。はい、アクセラレーター打ってあげて、ノーワン組んでいきます。闇の無効貫通含むコンボ組んでいきます。これで10コンボです。さあそしたらもうあとはアクセラレーターの火力が80、80、80の240兆か破壊突破していきます。まあ、ちなみにアクセラレーターはまあ、どうなんすかね、周回に入るんすかね、ギリ攻略かな。さすがにちょっと難しい立ち位置ですね。すごい優秀なキャラなんでね、セルティ使ってアクセラレーター使ってあげてシールド割っていきましょう。立ち位置どうなるんですかね。ちなみに T 字はね、これでダブルで組むとね火力ちょっと上がるんで確かおすすめです。 T 字は確か重複するはずなんで、2個組んであげたらこんな感じで火力えぐいことになりますね。しっかり殴っていきます。そしたらここで、プフ打ちましょう。プフ使ってあげて、でまた殴っていきます。はい、回復ドロップ読みながら殴っていきましょう。いや回復ドロップ呼ばんでいいわ、ごめん、なんもない、普通に殴っていくだけで OK です。日の白土とオロチの場合は回復部分は良くて、それ以外の場合は1コンボ組んでください。その場合は1コンボ組んでからここも倒していきます。はい、
まあ別に全然むずいこと言ってなくて、あの残り1で倒せばいいだけなんで、はい、スタノオが残り1のタイミングで倒してください。なんでここも殴ってあげてから、あとはアクセラレーター使ってあげて、まずこれだけ、こういうことするだけ。本当に TJ 含みながら10項目で倒していきましょう。めっちゃ楽じゃない？これで倒していけます。突破です。マジ楽だよね。まあ、どうしてもさ、リムルとかに比べると火力は少し劣るから、そういうところで差はできてしまうけども、パズルの楽さはとんでもないですね。サカイトは大国主なんで、ラックス使ってあげて殴っていきましょう。ラックスからのアクセラレーターからの酒井雄二使ってあげて、これで T 字含みながら殴っていきます。10個も組んでいきましょう。 OK。 そしたらここでフレンドのラジオは使いますからのセルティ使ってあげて、できれば無股間組みたかったんですけど組めないんで T 字組みます。はい、で10コンボ組んでまた殴りです。これで T 字組んであげて削りましょう。でからのアクセラレーター使ってあげて T 字で殴っていきます。若干うざすぎて発狂しそう。若干あれなんだよね、そのセルティの火力が下がるのが一番うざいっていう。うちのメインアタッカーなんだよね、セルティは。セルティの火力下げられるのムカつくな。うわ、えぐ、マジえぐい。こいつ若干うますぎ。いけるんじゃない？ちょ、なんかめっちゃちょうど綺麗に発狂踏みそうやけど、一回殴ってみよう。めっちゃなんかさ、ちょうど綺麗に発狂踏みそうじゃない？わかる、言いたいこと。はい、ナイス、強すぎ。倒していきましょう。アクセラレーターが強えわ、結局。はい、そして4階層です。4階層は L 字にセットでアシスト無効回復していきます。まあ、削りながらでも削れなくても大丈夫なんで、とりあえず L 字にセット組みます。 L 字にセットはね、もうね、ぐるぐるすればいいのよ。ミスったわ。くそ、恥ずかしい。コツみたいに言っといてミスったけど、まあ、これで L 字組みながらアシスト無効回復してあげるだけ。このね、両端確定生成ループなんで、パズル自体はもう結構固定化できるし、すごい楽ですね。めっちゃ楽やと思う、正直。今までのその環境変遷の中で最も楽だと思います。周回突破はもちろんのこと、めちゃくちゃ強いですね、これ。で T 字含みながら殴っていきます。11コンボです。12、13、14。さあ、これで T 字組みながら2パンして倒していきましょう。さあ、続きまして5階層です。5階層は2パンしていきましょう。ちょっとヘカテ使い忘れたの困るんだけど、ヘカテここで空落ちしよう。はい、ヘカテ空落ちして倒していきます。で、そしたらアクセラレーターからのセルティとサカイ使ってあげて、さらにヘカテも空落ちしといてあげていきます。はい、これで T 字10コンボ組んでいきましょう。でもこれで左側3体全部ワンパンします。はい、左側3体ワンパンしてあげて、強すぎ強すぎ強すぎチャンネル。え、何これ、え、今のやばくない？あー、で、これ何て呼ぶんだっけ、じゃあやめよう。でもマジこいつは本当に新千住外役キャラ部門第1位のゴーザンズミョウさんです。よろしくお願いします。第1位に来ていただきました。本日はこいつの外役要素めっちゃ簡単です。ただ硬いだけ。いや、行動がうざいとかならいいんですけど、本当にただ硬いだけで、実際今回のケースにおいては実は大した問題はなくて、てか強くね、ちょ、悪魔半減あるよね。それ以上にこっちが強いんだけど、なんだそれ、すごいな。そのパターンあったんだ、それ以上にこっちが強いっていう。ここは次の階層でですね、必ず初手にセルティか、サカイを打ちたいって感じなので、今回これでまず一発殴ってあげて、でここからちょっと耐久します。はい、1ターンだけ耐久しましょう。耐久方法めっちゃ簡単だから、闇ドロップ盤面に供給しつつ、こんな感じで闇2コンボ組んで耐久していきます。耐久これだけ超楽じゃない。闇2コンボ組んで耐久、はい、
そしたらこれで次倒していきましょう。大丈夫ね、ちょっと発狂入りそうで怖かったけど、アクセラレーター使ってあげて倒していきましょう。これで無効感10コンボ組んであげて突破していきます。で次の回想初手セルティ使えるんで完璧ですね。12コンボで倒していきます。さあ続きまして6回想です。6回想を突破して7回想です。7回想は初手 T 字でワンパンしていきます。ラックス確定打ちですね。はい、これちょっとレシート抜けてますけど、ラックス確定打ちするだけなんで、まあ当然ねラックス使ってもらってそらね。でセルティで指延長かつアクセラレーター使ってあげて T 字組みながら殴って倒していくだけです。いきましょう。はい、こういうこと。これで T 字含む10コンボ組んであげたら終わりです。このままあとは火力でしっかりとワンパーン倒していけます。めっちゃ楽で8階層です。8階層は2ターンかけてシールド破壊していきましょう。アクセラレーター使います。はい、堺次のターンに使いたいな。もったいない。堺って結局上限解放あるのめっちゃ偉いんで、まだ使いたくないんですよね。これで無効感10コンボ組んであげて、まず一発削りましょう。まあセルティの火力も入れながらしっかりとこんな感じでシールド殴っていけます。はい、いい火力、無効感組めてやっぱめっちゃ強いですね。そしたらここでアクセラレーターからの坂井裕二使ってあげて、これでダブル T 字含みながら殴っていきましょう。11コンボです。12、これでしっかりと2パンして殴っていきます。はい、そしたらこっからまた T 字でひたすら削っていきましょう。ダメージ吸収にはヘカテ合わせてあげてください。ジョイ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 、上限固定やめて上限固定やめて、2パンチャンスなくなるから。こいつね2パンできるとねめっちゃ楽なんでね、上限固定とかね、まあ、あと闇属性吸収とかはできればしてほしくないんですけど、まあ、ちなみにあのどっちみち絶対に倒せない場合に関しては普通に耐久すればいいだけなんで、まあでも実際ねあのこのアクセラレーター編成耐久めちゃくちゃ楽なんで、耐久することに対しては、まあ、そんなストレスはマジ少ないですね。はい、もうこれ食らった場合耐久必須なんで、はい、この場合はマジでずらしてあげて、まあ、ずらしてあげるのもったいないんで、これで耐久していきましょう。闇にコンボのみで耐久していきます。あえて10コンボ組まずに耐久していきます。はい、これで耐久した、もうこの場合あのこいつは仕方ないんでね、でシールド2回割ってもう1回倒していきましょう。これだけはもう全然あの編成が悪いとかじゃなくて、これはもう仕方ないんで、もう一回2発殴っていきます。織姫の場合は、大抵の場合2パンできます。よほど運悪くない限りは。彦星の場合は、まあ逆に8パン。あの、だから2パンっていうか4パンですね、織姫が。で、こいつが8パンって感じかな。やっぱシールド赤いないのはね、ここはちょっと痛いっちゃ痛いですけど、これでしっかり削っていけるんで大丈夫です。はい。OK、そしたら、これでね、シールドちょっともう一回だけ割ってあげて、ヘカテ使って倒していきましょう。いきます。アクセラレーター使ってあげて、上限解放。からのヘカテ使ってあげてダブル吸収無効発動です。そしたら無効ガン組んで倒していきます。はい、もうここもしっかりと無効ガン組んであげて、さあこれで倒していきましょう。セルティとアクセラレーターの火力でしっかり2パンして倒していきます。ナイス。さあ9階層です。9階層はたまり次第ヘカテ使ってください。でもひたすら無効ガンで削っていくだけです。アクセラレーター使いましょう。坂井裕二使います。はい、で一旦まず T 字組みながら殴っていく。よいしょ、こんな感じですかね。おっとっと、はい、 T 字組んであげて、ここはちゃんと削っていきましょう。12コンボです。これでしっかりと一発削り、いい火力っすね。一撃でこんだけ削れるのは強い。で半分時はもうルーレット回復しましょう。ちゃんとアクセラレーターまあ使ってもいいんでルーレット回復していきます。 T 字とか組む必要ないんでルーレ回復優先で、これでいいわ。闇にコンボちゃん、おーい、敵の闇にコンボ
まあまあいいでしょう。え、あの無意識 T 字組んでたわ。パズルプロか俺。そしたらここでアクセラレーターからのセルティ使ってあげて、まあ本当は無効関係見たいんですけど、こんだけジャッカドロップあるんで T 字組みましょう。いきます。痛い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  T 字組んであげてしっかりと2パンしていきます。ちょっと倒せるか不安ですけど、まあいけるでしょうこの編成なら。んー、ナイス、余裕です。ごめん、余裕でした。もう倒せるか不安どころが楽勝ですね。はい、これでしっかりと2パンして、3パンか、だから半分じゃルレ回復するので3パンで倒していきます。で、ボス階層ですね。ボス階層に関してももうひたすら殴っていくだけなんですけど、ちょっとここ立ち回りが少しだけ難しくて、ボスの半分時にセルティのスキルを合わせてあげる必要があります。それだけ意識しておいてください。どういうことかっていうと、まあ、まず普通にこんな感じで殴っていくんですけども、セルティのスキルが半分時にちょうど使えるようにする必要があるんですね。というのは指延長をね、使いたいのと自動回復ループもしたいので、まあ、セルティのスキルを半分時にとにかく合わせたいということで、まあ、まずこんな感じで削っていくんですけども、ここでセルティ使ってあげて、こっから、5ターン後ですね、5ターン後にちょうど半分いくように目指していきます。はい、なので、まあ、今回で言うと、まあ、殴りつつも5ターン後に半分まで削りたいので、まあ、道中で耐久を挟みながらとかいう風にしてあげて、ちょうど半分目指すようにしていきます。はい、だからもうこんな感じで結構削れてるんですけど、あえてここら辺で1回ね T 字無効感外しましょう。適当にこんな感じで10項目見ます。はい、あえてこれで T 字無効貫通外します。はい、でこれで軽く削り、はい、なんてか無効感あったわこいつ、ごめん、無効感持ったどっちみち。でここもアクセラレーター使って毒組まないようにこんな感じで組みます。はい、これで10コンボ組んであげて殴り、あえてここも T 字外してあげて削っていきます。はい、うん、そしたらあと2ターンなんで一発ここはずらして耐久していきます。はい、まあ落ち込んこないことに乗って、てかもう来ないようにしたいので、こんな感じで闇の2コンボのみですね、闇の2コンボのみで一発耐久します。もう待ちたかを完全に作らないであげて、まあ縦に3個が2セット来た時はもう仕方ないんで、はい、こんな感じで一発耐久します。そしたら次のターンでちょうど、セルティが半分で使えますので、このまま殴っていくっていう感じになります。はい、立ち回るのイメージつかめましたかね。こんな感じやってあげて殴っていきましょう。でそしたらここヘカテ使っておきます。はい、泥鏡を返してあげて殴っていきます。前半はヘカテ自由に使えるので、このジャッカドロップうざいんでこれ使ってあげて、でコンボケーションもないっすね。はい、なんでこんな感じでラクスを合わせてあげてこのまま殴っていきます。右のアビリティの量多すぎてもよくわからんけども、とにかくラクスを合わせてあげて半分まで持っていきましょう。そうすると HP1.5 倍状態なんで、アシスト無効状態でもしっかりとこいつの半分時発狂を耐えることができます。これを合わせる必要があるっていう感じですね。はい、そしたらここからはアクセラレーター使ってあげて、半分時セルティも使ってあげて、そしてさらに酒井雄二も合わせます。はい、ここにいる。でもこうやって組んでいくだけです。はい、 T 字と L 字組んであげてアシスト無効回復しながらまた殴っていきましょう。あれ、俺酒井雄二も使ったやん。え、どういうこと。今これ耐えれるからいいけどさ、危な。え、俺酒井雄二も使ったんだけどね。え、バグ、なんか押したのに反応しないんだけど、どういうこと。ちょ、もう一回使いましょう。もし意味わからん。はい、これで酒井雄二使ってあげて殴っていきます。え、ガチで今さ普通に押してたんだけどさ、なんか押してんのに反応しなかったんだけど、わからんけども。はい、これで無効感を含みながら T 字組んで殴っていきます。はい、11コンボです。12、13、さあこれでまた削っていきましょう。OK、 でここもしっかりともう一発殴っていきます。で基本削るときは無効貫通の方が圧倒的に強いので、組めるなら無効貫ですが、こういうトゲがあるときとかって危ないので全然 T 字で OK です。はい、こういうときにさ、下手にそげ触って死んだらめっちゃ萎えるじゃん。だからもうこんな感じで T 字優先で10コンボ組むだけで大丈夫。めっちゃパズル楽なんでね、こうやって T 字組んであげたらこれで OK。 そしたらまあ多分これで 10% 発狂入るんで、このまま無効貫通組んで倒していきましょう。ヘカテイからのアクセラレーター使います。はい、でもここはトゲとか言ってる場合じゃないんで、ちゃんと10コンボ組みましょう。いきます。
どう組もうかな。必要最低限のトゲでちゃんと10コンボ組んであげて、さあこれで OK ですね。もう毒も触って大丈夫なんで、はい、これで無効貫通含みながらの11コンボ組んでいきます。さあこのままヘカテのダメージ吸収利用してあげて突破していきましょう、いう感じの編成でした。ということで今回ですね、アクセラレーターと、セルティで遊ぶ動画でした。まあやっぱ新戦術が難しすぎるんで結構攻略編成寄りな感じになってますけども、まあ、言うて周回できるのはすごいところですね。どうしてもスキルターン合わせとかはありますが、これ当然低難易度は多分無双できますし、中難易度も破壊できるしね。で、高難易度に関しても相当楽にクリアできると思います。実際今回の編成もね、時間かかってるのも、飛行星引いただけなんで、普通に殴ってればね、20分ぐらいでクリアできますし、早ければもっとね、高速でクリアできるというところも、さらにいいところになってるかなと思います。慣れればなお強くなると思いますので、まあぜひね、こちらのセルティとアクセラレーター編成ですね、使って攻略してみてください。じゃあ、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。